はい、どうもこんにちは。七色ピーマンこと吉貝おじさんです。前回の続きですね、やっていきたいと思います。醜く変異したマーガレットを退け、結成材料の腕を入手した。急いでトレーラーへ戻るも、そこにゾイの姿はない。突如鳴り出した電話の向こうでルーカスは猟奇的なゲームの始まりを告げるということですね。やっていきましょう。前回ね、この電子基板っていうのをね、ゲットしたんですけどね。本館かな。で、これは、このトレーラーですね。ここはトレーラーなんですけど、このトレーラーの右側ですね。ここですね。ここにセットができるみたいですね。 OK ですね。あとこれ赤のカードですね。スロットカードみたいな。その前にこのビデオテープが見れるみたいなんですけど、見ましょうかね。みんなわからんやろ。ビデオテープ、バースデー、多分ルーカスのバースデーじゃないですかね。ルーカスっていうのは、その、マーガレットとジャック、このあの、キチガイ夫婦の息子やと思うんですけどね。このルーカスのバースデーのビデオですね。ちょっと見ていきましょうかね。絶対なんか背中やろ。すいません、一本いただきます。いやマジ、お前が羨ましいよ。なんて？なんだ、信じねえのか？嘘じゃねえって、絶対楽しいからよ。これは俺が何週間も作ったんだ。全然楽しないよこんな。やっと完成したんだ。お前のためにな。加熱式タバコですね。そんな顔すんなって。絶対面白いぞ。楽しんでけ。誰がさらわれた今。気持ち悪い。まあ1回目のね、ミアのビデオのようにですね、このビデオ見終わった後に痕跡が出てくるっていうパターンでしょうかね。ろうそくですね。これでだいぶ見えるようになった。アイテムないんかな。ろうそくしかなんもないっすね、アイテムは。何の儀式やね。ここは当然開かへんでしょう。ほら、当然開かないですね。結構広いな。汚い便所やわ。まあ、でもこのぐらいの便所やったらあるか。公衆トイレとかで。海辺の公衆トイレとかで。これ何や、食器棚、食器棚じゃん。コンロですね。コンロと台所。何の木これ。何これ、怖いんやけど。広いな。えらい。えらい広いな。恐るることなかれ。え？いやいや、水でもろうそく消えてもうた。その前に。このゲームはな、フラ
くて苦しい死に方をしたくなかったら、なんか言うとんな、脱出しないとゲームってんだ、なんか言うとんな、まだ鍵だけどな、ルールが簡単、バースデーやからバースデーケーキな、いいかちゃんと笑えよ、お前のパーティーなんだからな。パーティーをしてくれてるのかな、なんでしょうね、なんかの仕掛けですね、3つ合わさなかんと、これなんや、うまくはまらない、ろうそくを、ろうそくじゃないですね、なんかはめる、あ、ここでスプリンクラーか、はいはいはい、お、ありますね、なんか、あ、あ、え、あ、つけれますやん、ろうそくに火をつけれますよ、余裕で作れますね、ただあそこ入るとスプリンクラーで消えてしまうということでしょうかね、あ、なんかあるやん、お、違うわ、なんか真ん中にもなんかあんのか、差し込めない、ここは、ろうそくっすもんね。さっき取った。ああ、ここ入れなあかんな。何か差し込み口がありますね。ここ入るとスプリンクラー作動するんで、こっち行きましょうかね。もう必然的にこっちやな。何これ。めっちゃ見られてるやん。おばあさんも映ってるな。車椅子の。この、こっちへ行かれへんの？ほら、なんかある。ここをなんか繋がなかんのかな？この部屋入れんのかな？入られへんやん。え？あ、入れるやん。うわぁ、気持ち悪い。風船ですね。風船。うわぁ、面白い面白い。ろうそくつけてこう割りましょう。火で割りましょう。ええー、めちゃ楽しい、めちゃ楽しい。全部割ったらトロフィーとかくれへんのかな。わーい。七色ピーマンでーす。七色ピーマンでーす。あ、なんかあるぞ。風船ゲットしたで。なにこれ。空気が入ってないゴム風船。あ、わかった。考えいいな、今日。なんか、ここに、蛇口みたいなのがあったじゃないですか。蛇口っていうかなんか。これ、風船、ここに入れたいんじゃ、空気が入るんじゃないですか。ほら、かしこ。え？何を？痛い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 。釘刺さっ。限界や。何を？え？なんか刺さりましたね。お、でも、刺さった代わりに羽ペンが、羽ペンゲット。羽ペン、安物レプリカなような。レプリカは、あっこじゃないですか？さっきの、おっさんの、ところに刺すんじゃないですか？あ、ちゃうんか。ってことは、面白いね。あ、ここかな。スプリンクラーのところの、ここですね。ここに、はまれへん。そう簡単ではないと。いうことのようですね。つまみありますね。こっから水が噴き出すんじゃないですか。あ、つまみをゲットしましたね。重油が漏れてるんですけど、これやばいんじゃないですか？これ爆発するんじゃないですか？これ死ぬやつ？なんか書いてあんな。ハッピーファッキングバースデー！ゴトアライツ！ファッキングバースデー！いいね。で、またこれつけといて、ちゃうわ。またこれつけて、ろうそくで、つけました。火つけときました。
なんか得たな。つまみを手に入れた。多分ここじゃないですか。これじゃない。ほら。動き出したやろ。気持ち悪っ。なんの。なんか出てきた。いや、止まんのかい。あとは、ほんなら、ろうそくつけたらいいんちゃいますの。刺さらない。あとなんか一個これを刺したらいいみたいな感じですね。やっぱり羽ペンじゃないですか。ちゃうな。あとなんかもう一個いりますね。お？出ないか。出ないか、出ないか。急になんか刺す。うわ、何気持ち悪い。なんか出てきたな、でも。勘弁してくれ。勘弁してこれ。勝ち組は。うわ、何これ。汚れた望遠鏡。で、アイテムスロットから望遠鏡を使用。何かを見るんですね。望遠鏡は多分使えないでしょうね。はい。ここ行ったらまた濡れるから。こっち、ここですよね、なんか。あるのは。コードが分からなければ開けるのは難しいと。あ、やってもだ。また。適当にやってみる？ここでもなんかいっぱい種類あるもんな。そんな簡単に開かへんか。全部サソリでいく？サソリ。これなんやろ。これ難しいぞこれは。何通りあんねんこれ。こうやったら全部ずっとやったらいけるけどな。サソリから始まり、ずっとやっていくっていうな。これもだいぶかかるっちゅうね。まあまあまあ。なんかヒント見ましょう。これは何でしょうかね。この重油、やばいでしょ。防げそうにない。望遠鏡をどこで見るかですね。ここで見るのかな。なんかちっちゃいから分からへんねんけど。何か透かしてますね。なんか布みたいなで。分かんないですね。何か。これを、なんかここになんか謎があるのかな。ほら。火のついたろうそくを立てろと言ってたが、ここに立てたらいいよな。ここを、これを、なんか見たら、なんか出てくんの？ん？お、なかなかいい問題ですね。羽ペンはどうやって使うんやろな？羽ペンを刺してみようか。火のついたろうそくか、やっぱり。こっち行きましょう。わからん。びっくりした。ここはもう終わりましたもんね。おっさんのこのからくり仕掛けのおっさんが関係なんかあるよな。
おっさんが動いてる間は、わかった。水が出ないとか、そういうこと？今や。そういうことかもからんな。ほら、あかんわ。どういうこと？てか、ここ開けられへんのかいな。うわ、気持ち悪い。まあ、ここは関係ないわな。強そうやな、これな。何も入ってもないしな。これもわからんし、すぐには解けへんな。やっぱりここっすよね。火つけといて、この火なんかあんのかな。多分めっちゃ簡単なんやろうけどな。はまるとややこしいっていう。あ、アイテムどう移動してもアイテム持ってんのか、ろうそくは。え、何が見える？なんかあんのかな？このおっさんがなんか動いてるときになんかしなかった。タララララン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 言うてるけど、これわからへんな。絶対通ってある。わかった。このなんか画面あるじゃないですか。これをここで見んのか。ぽいな。違う。外すってない、これ。汚れが付着して、何も見えないっていうことなんで。あ、わかりました。なんかクラフトするのか。違うな。クラフトはできないですね。ん？汚れてるからな。何も見えへんやろ。火のついたろうそくはどうやって立てんねんっていうことで、スプリンクラーを潰さなあかんな。ここのスプリンクラー。ん？ここなんとか開けられへん。まぐれで開かへんかい。これ汚れた望遠鏡。あ、
なるほどね。わかりましたね。汚れた望遠鏡で、濡らして、あ、綺麗にしたということですね。で、何ができるかっていうことですね。それをここで見たらなんかなんのかな。なんもないな。ハッピーパッキングバースデーってなってるな。とりあえずこれでなんか、何かがわかるっていうことですかね。なんもわからへんな。はいはいはい。これしといて、ああ、まだ外されへんな。これでしょ、なんか関係あるでしょ。動かされへんのか。動かしてから双眼鏡したらどうやろう。何か見えんのかな。あれですね、暗号がおそらく見えるんでしょうね。わからんな。もうちょっとなんやろうけどな。ここはなんもないっしょ。あ、わかった。そういうことですね。これですね。右が赤ん坊、胎児みたいな感じの絵ですね。で、これ、2個目が何これ、ベルみたいな形で、左がなんか、長い棒。棒、なんだろう、ベル、棒ベル、胎児、棒ベル、胎児。行きましょう。ラッキー。わかりましたね。じゃあやってみましょう。棒、ベル、大使。あれ？これで OK じゃないですか？あれ？反対ですかね？開けへん？いや、間違いないと思うけど、反対でしょうか。胎児、棒。あら？ちゃいますね。ちゃうというか、当たってない。違うかな？多分、こうやと思うんですけどね。びっくりした。これもう一回見てみると、こうでしょ？そんな簡単ではないってこと。なんか、少女が剣を、振り上げてるやろ。で、真ん中がベルの上になんか鳩かなんか止まってて、これ胎児でしょ。わからん。ボーベル胎児ですよね。まだなんかあんのかな。こっちか。ハッピーってなってるな。全然ハッピーちゃうんだけど。これで、やはりここですね。いや、これで合ってるはずなんですけどね。何かあと差し込まなあかんのかな。
反対にしてみたりとかしてるんですけどね、なかなか違うっぽいですね。見えたのはこれですけどね、どれだかな、これベールみたいなのと、これが正解は思うんですけどね、これ。あ、いけない、いけるやん。あれ押してなかったんか。わら人形っすね。オッケー、やったー。それやって、決定ボタン押してなかったですね。わら人形はどこに入れるのかね。わら人形調べてみましょうか。胴体部に硬い感触がある。なんか入っとるんですかね。わかった。これもしかしてここに火つけるんじゃないですか。おそらく。このわら人形に。よいしょ。こう組み合わせといて、んで、なんもないですかね。終わり人形をゲットっすね。あ、ここにわら人形置いてあったらいいかな。わかった。これをここの手のところあるじゃないですか。これを刺さらない。おかしいな。もうちょっとしようね。謎はそろそろ解けそうですね。胴体部に硬い感触がある。ここなんか、この紐に何かつけるか引っ張るかなんかして、ここに何か入ってるんでしょう。鍵かな。組み合わせとか別にできないですもんね。どうすんやろ。わからんな。焼く？あ、そういうことですか、やっぱり。完璧や。人形の指。人形の指。人形の指はここでしょう。完璧や。はい。そしたらどうなるの？動き出す？もっと。あー、何か書きよんねえな。違うか。なんかあるはずや。何か書いてるもん。おっさん何って書いた？あ、なるほど。羽ペンを渡したわけね。そういうことか。わかったわかった。何なんだこれ。何してた？勝ち組や。いてて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 。あ、なんか書いてくれたな。ロスト。違うか。ローザー。ローザーやな。ルーザー。ローザー。オッケー。これで、わかりましたね。ローザー、ローザー。オッケーですね。ここに、もうこれでいけますね。こっちですね。ただバースデーケーキ。あ、わかったわかった。ここでまず開けてなんかできると。ローザー、ローザー、ルーザーってかな。ルー S やったっけな。 ER、 これで OK かな。 OK ですね。開きました。 Here、 バルブハンドル。ここにバルブハンドルがあるんですけど、触った途端に何かあるでしょう。取りましたね。バルブハンドルを取りました。
バルブハンドル、配管に取り付けて開け閉めするためのハンドル。どっか付けとかあったっけな。ここは関係ないですよね。あ、なんかあったっけな。あ、こっちか。ここでしょ。これですね。はい。はい。パズルは解けましたね。やったら、ここがもう、水が出ないということでございますね。簡単や。面白いな、これ。何々？なんか開いたな。開いたな、怖いな。急に開くからな。なんか開いたよな、ほら、もう。もうすでにここ開いたよね。ここに刺したれ。ルーカスの。OK やん。ファッキングバースデー。何を？爆発したね。え？死ぬの？うるせえやん。はい、逃げさせて。え？どうやって逃げるのこれ。助けてくれ。どうやって逃げるのこれ。死ぬやん。え？え？死んでもうたんや。ハッピーバースデー。いや、ルーカス生きてるし。あ、ここで終わりか。なるほどね。で、これあの部屋に入った時の、あれですね、あの、仕掛けとかが大体わかるかっていうところですね。ヒントになると。いう感じですね。もう一本いただきます。いや、なかなか面白かった。そんな感じでしたね。今ので、その部屋に行けばもうわかる、大体わかる感じですね。はい、では今回はね、このくらいにしておきたいと思います。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回でお会いいたしましょう。さよなら。